はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日もよろしくお願いいたします。と今自宅で撮ってるのでセミの鳴き声が入っちゃってね、少し聞きにくいかなというふうに思いますが、ご了承いただけたらと思います。で、今日の動画なんですけれども、トレーニングプログラムの比較というテーマでお話をしていきたいと思っておりまして、過去僕の動画でもいろんなトレーニングプログラム、筋肉体向けのトレーニング、それからパワー向けのトレーニング、いろんなものをご紹介してきたと思います。で、そんな中でですね、似たようなものがたくさんあって、具体的にどういったプログラムにどんな違いがあるの、どんなメリットがあるのっていうことをまとめてほしいっていうご意見非常に多かったです。なので今日の動画では、よく皆さんが使っているようなトレーニングプログラムっていうものを一覧でまず解説させていただいて、それぞれの特徴だったり他のプログラムとの違い、それをチョイスするメリットなんかについて分かりやすくまとめながら解説ができればいいかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、で皆さんもね、トレーニング始められて最初の方はおそらくですね、10回3セット、それを複数種目チョイスするみたいなトレーニング方法が主流というか、皆さんそこから入っていくのかなというふうに思うんですけれども、それがある程度マンネリ化してきて、もっと重たい重量を持ちたい、もっと筋肉を大きくしたいってなってきた時に、トレーニングのプログラムっていうものを考えると思います。いろんなですね、トレーニングの有名なプログラムってあると思うんですけれども、今日はいくつかオーソドックスなところ、それから少しマニアックなところもあるかなと思いますけれども、特徴別に解説していきたいと思います。で、今日解説していくトレーニングプログラムっていうのは、線形ピリオダイゼーションモデル、非線形ピリオダイゼーションモデル、マンデルブロトレーニング、 Y3T トレーニング、ヘビーデューティートレーニング、最後に 5×5×5 のトレーニングを解説していきたいと思います。ではですね、まず一番オーソドックスな2つのトレーニングルーティーンについてお話をしていきます。1つ目が線形ピリオダイゼーションモデルと言われるもので、これはトレーニングじゃなくてスポーツ選手の練習方法なんかにも活かされている方法なのかなと思いますけれども、ざっくりどういったトレーニング内容かと言いますと、トレーニングのレップと重量設定の組み合わせを3パターンに分けるとします。重たい重量で低回数、中くらいの重量で中回数、軽い重量で高回数、この3つに分けた時に、初めの4週間軽い重量で行い、次の4週間中くらいの重量で行い、最後の4週間っていうのは重たい重量で行いましょうっていう、この期間に関しては各々いろんな組み合わせがあると思うんですけれども、オーソドックスなパターンとして4週4週4週でトレーニングをしていきましょうっていうようなモデルですね。で、これに対して非線形ピリオダイゼーションモデルというものがありまして、おそらくこれが一番オーソドックスな皆さんに使われているトレーニングプログラムなのかなと思います。非線形ピリオダイゼーションモデルというのは、先ほどの線形ピリオダイゼーションモデルと違って、例えばですね、1種目目のベンチプレスに関して 5×5 セット、そして 10×4 セット、最後に 15×3 セットっていう、この3つのパターンがあるとすると、このパターンをランダムで配置していくっていうのが非線形ピリオダイゼーションモデルになります。最初の線形ピリオダイゼーションモデルに関しては4週4週4週で軽い、中くらい、重たいって進んでいったのに対して、非線形ピリオダイゼーションモデルっていうのは、軽い、中くらい、大って言ったら次中くらい、大、軽いって言ったりとか、あとは軽い、重たい、中くらいって言ったりとか、非線形並みのように重量設定を組み合わせていくみたいな印象ですね。このプログラムの特徴としては、やはりですね、刺激に対して筋肉を慣れさせないっていうことが一番の目的というふうに言われていて、線形モデルと非線形モデルを比べると、非線形モデルの方が筋肥大が著しく向上しましたよっていう風な研究っていうのはほとんどですね。なのでプログラムの立て方としては、線形ピリオダイゼーションモデルの方が楽なんですけれども、4週間ごとにこう変えていくので、ただ非線形の方が刺激が常に変わっていくので、筋肉の成長反応っていうのは早いのかなというふうに思います。この非線形ピリオダイゼーションモデルに非常に近いものが、山本義則先生が考案されているマンデルブロトレーニングというものです。これを皆さん聞いたことがあるんじゃないでしょうか。僕の動画でもね、以前解説させていただいたことがあるんですけれども、このマンデルブロトレーニングに関しても3フェーズに分けます。でフェーズ1っていうのが中重量、中回数、言ってみたら 1RM の 75% で10回を4セットやる。フェーズ2っていうのは高重量、低回数ですね。 1RM の 87.5% ぐらいの重量を扱って5回を5セット行う。フェーズ3っていうのが低重量で高回数をやるフェーズ。これに関しては 60% 1RM 前後の重量を扱って20レップ ×3 セットを行う。こういったものが一例です。このマンデルブロトレーニングの特徴としましては、物理的刺激、いわゆる筋肉に対してダイレクトな刺激と、あとは化学的刺激って言われる、筋肉に刺激を送ることによって発生する代謝物質によっての二次刺激、この2つをうまく利用して筋肉を発達させましょうというようなメリットがあるわけなんですが、じゃあどういうふうに非線形ピリオダイゼーションモデルと違うのかと言いますとですね、おそらく皆さんが非線形のモデルを取り入れられるときって、特に1種目目、胸だったらベンチプレス、足だったらスクワットに関して非線形モデルを入れて、
で、その後のコンパウンド種目もしくはアイソレーション種目に関しては10回かける3セットとか各々の好みの回数を設定していくと思うんですけれども、マンデルブロートレーニングに関しては基本的にはですね、高重量低回数の時っていうのはアイソレーション種目であっても高重量低回数なんですね。なので最初のベンチプレスが5回ギリギリ持てる重量を5セット行うということであったとします。で、次のインクラインダンベルベンチに関しても同じ 5×5、 それからペックフライとかダンベルフライをやるのであっても 5×5、 こういったルーティンになります。でフェーズ3に関してもそうですね、20レップを行うのであれば 20×3 というのをどの種目でも基本的にはそういう風な位置づけとしてトレーニングを行います。なのでよりその日によって刺激の変化が起こりやすいっていうメリットが1点と、実際にこれは僕がやってみて感じたんですけれども、回数が多い日っていうのはとにかく辛いですね。で、回数が少ない日、高重量を持つ日に関してはもしかするとですね、関節が弱い方であったり重い重量を扱うことによって筋繊維もしくは節々に痛みが出やすい人に関しては全てを重たい重量をこなすのであまり向いていないのかなっていうふうにも言えます。はい、次に解説していきたいのが Y3D トレーニングというトレーニング手法で、これはですね、オリンピアにも数々出ている選手たち、フレックス・ルイスだとか、今はちょっとコーチ指定関係解消しちゃってるウィリアム・ボナックとか、あとはスティーブ・クックなんかよく取り入れてるトレーニング方法で、ニール・ヒルさんという方が考案したトレーニングです。このトレーニング手法っていうのは9週間を1セットと捉えて行うトレーニング手法で、先ほどのマンデルブロトレーニングとまた少々似てるんですけれども、ウィーク1、2、3という3つに分けてそれを3回繰り返すことによって合計9週間行うと。この Y3T トレーニングって結構複雑なので、以前僕が解説した動画っていうのはこの動画の概要欄に貼っておくので、興味がある方は詳しいルーティンそこから見ていただきたいんですけれども、簡単にお話しすると、最初のウィーク1に関しては多関節運動だけである程度重たい重量を扱いましょうっていう週です。で、2週目に関しては多関節と単関節運動で中重量を扱いましょうっていう週ですね。で、ウィーク3がこれまた多関節と単関節運動でとにかくハイレップ、ただセット数を抑えて 1,2 セットでどの種目も行いましょう。そして回数が上がってしまうと通常であれば強度も落ちてきてしまう、軽い重量を扱うことになってきてしまうんですけれども、そこはいろんなテクニック、フォーストレップだったりドロップセットだったりとか予備疲労法、レストポーズ、スロートレーニングも、こういったあらゆるテクニックを用いて強度を落とさないようにしましょうっていうようなトレーニング手法です。このトレーニング手法の特徴としては、ニール・ヒルさん自体がオリンピアコンテストに出るような選手を育てていて、怪我がとにかく多いと、関節筋肉にかかる負荷っていうのを最小限まで減らそうと思って考案されたものなので、重たい日でも6から10レップは必ずやれる重量に設定してありますし、あとはとにかくハイレップで強度を落とさないっていう日も関節を摩耗してしまうことを防いで、それぞれのセット数っていうのが1セットから2セットめちゃくちゃ少なく設定されてます。そして9週間が終わった時に完全休息として5日から7日絶対入れてくださいっていう風なトレーニングルーティンなので、体に対してのダメージは比較的少なく、先ほどの物理的刺激と化学的刺激、それから筋肉に刺激を慣れさせないっていうところを加味しても、今考案されているいろんなトレーニング手法の中では結構最適解に近いものなのかなっていうふうに個人的には思ってます。ただデメリットとして細かいテクニックだったりとか、あとはスーパーハイレップ、ウィーク3になると30発とか40発とか必要になってくるので、そういった時に最後までテクニックを使って動きができる、もしくはフォームを崩さずに動作を行えるっていうことを考えると、中級者以上向けのトレーニングルーティンになるのかなというふうには思います。はい、で次5つ目がですね、マイク・メンツァーさんという方が考案したヘビーデューティートレーニングです。これも非常に有名なトレーニング手法で、名前だけ聞いたことあるよっていう方はとても多いと思います。このヘビーデューティートレーニングっていうのは主に2つのパターンがありまして、1つの種目を1セットで終わらせるパターン、そして1つの部位をなんと1セットで終わらせるっていう、この2つのパターンがヘビーデューティートレーニングとしてオーソドックスに使われているものになるのかなと思います。もう亡くなってしまったんですけれども、マイク・メンツァーさんが実際にやられていた1種目を1セットでオールアウトさせるヘビーデューティートレーニングの一例をご紹介します。仮にベンチプレスだとすると、8から10レップをギリギリ1セットできる重さで4秒かけて下ろして、2秒ストップで4秒かけて上げる、でこれを8から10回繰り返します。でその時点でラックにかけて10秒レストをして、同じ重量を使ってもう1回限界回数まで重ねます。はい、その後もう10秒またレストを置いて、 20% 重量を落とした段階で普通の居上スピードに戻して動作を行います。
で最後に15秒間長身レストを取ってファイナルレップとしてさらに 20% 落として限界回数まで行う。でここではフォーストレップ、それからネガティブトレーニングの要素を取り入れる。つまり見方によっては1セットだけで1つの種目を終わらせるというよりもレストをめちゃくちゃ短くして4セットを行うとも取れるかなと思いますけれども、とにかく1回の動きに対して高強度で刺激を入れていくっていうことですね。このヘビーデューティートレーニングの特徴としてはとにかく1回のトレーニング時間が短く収まるっていうところです。一部に関して1セットで終わらせるヘビーデューティートレーニングに関しては5分とか10分でウォームアップを含めても終わってしまいますし、あとはですね1種目に対して1セットで終わらせるヘビーデューティートレーニングに関しても仮に5種目やったとして20分とか30分あれば十分に終わることができるので、時間が今日はないけどもいつもと変わった刺激を入れたい、そういった方におすすめのトレーニング手法なのかなと思います。でこれもですね Y3T トレーニングと同じようにスロートレーニング、フォーストレップ、それから他のトレーニングテクニックっていうものを多く取り入れますので、やはり初級者の方っていうよりは中級者以上の方におすすめしたいトレーニングだなと思います。あとはですねこれは毎回繰り返すというよりは普段のトレーニングにマンネリ化しないように刺激を変えたスパイスとして取り入れることが好ましいので、例えば波状ピリオダイゼーションを8週間やって9週目にいきなりヘビーデューティートレーニングを入れてみるとか、そういった取り入れ方、もしくは普段のトレーニングの最後の種目、最後の1セットだけヘビーデューティートレーニングに似たような手法を入れてあげる、こういった応用も十分に効果がある取り入れ方かなと思います。はい、で最後にですねよくいろんなトレーニングに知られている 5-5 っていうトレーニング手法があります。5レップ ×5 セットでトレーニングを行う、特に1種目目のベンチプレスとかデッドリフトとかスクワットで多く取り入れられる方法かなと思います。でこちらはですね筋肥大向けのプログラムというよりはパワー系、とにかく扱っていく重量を増やすっていうところにフォーカスをしたトレーニングなのかなと思ってまして、パワー系のサイクルトレーニングだと扱う重量っていうのは週ごとに変えていくっていうものもあるんですけれども、一般的に皆さんがやられている方法って5回かける5セットでできたら次の週は 2.5 キロ上乗せする、そういった方法かなと思いますので、そこまで扱う重量がですね8週間もしくは12週間やってても変動しないと、緩やかに伸びていく、そういった形になると思います。なので筋肥大に対して筋肉に刺激を慣れさせないっていう面でいくとですね、これまで話したマンデルブロトレーニング Y3T、 あと波状ピリオダイゼーションモデル、こういったところの方が筋肥大に関しては優秀なのかなと思います。その他ですねパワー系のとにかくパワーをつけていきたいっていうようなトレーニングプログラムの方がバリエーションとしては多くあって、スモールフジュニアのプログラムはまさにそのタイプだと思うんですけれども、4週間やったら最後の週はマックスにチャレンジする、こういったプログラムもあります。ただですね一発を持つっていうことで体にかかる負荷もしくは怪我のしやすさっていうところを加味しても、みんながみんなできるプログラムなのかっていうとそうでもないと思うので、この辺は自分の生活習慣だったりとか目的としている体、トレーニングの目的、年齢だったり関節の強さ、こういったところを加味して選んでいただければいいんじゃないのかなというふうに思います。もし初心者の方であれば線形プログラム、もしくは非線形ピリオダイゼーションモデル、特に後者の方がいいと思いますけれども、こういったところをチョイスしていただいて、動かし方、トレーニングテクニックに余裕が出てきたら Y3T だったりとかマンデルブロとかヘビーデューティー、こういったところにも手をつけていくっていうのがいいのかなと思います。はい、ということで今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。かなり解説がですね駆け足になってきてしまったかなと思います。でそれぞれのトレーニング手法に関しては過去詳しく解説をしておりますので、動画概要欄からですね気になるトレーニング手法がある方はぜひ個別の解説動画をチェックしていただけたらなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。こういう動画が面白かったり参考になったらチャンネル登録と SNS のシェアよろしくお願いいたします。インスタグラム、ノート、オンラインサロン、オフィシャルウェブなどソーシャルメディアもやっております。テンドロール概要欄からぜひチェックをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。